そういえばさ、文化祭で好きになった人、進展あったの？DM とか、通話とか、ちょこちょこ…いや、嘘、すごいたまに…そんだけ？だいぶ時経ってるのに？いや、だって、かっこよくって無理！頑張れよ。うるせぇ…はるかよ。ほんとさ、なになに？高一、3月、テスト終わって春休み待ってるだけだからって。しかも最近怪我しちゃったみたいで、遊びに誘うにも。それじゃあ生活のすべてを手伝ってあげれば。え、なんかやらしい。待って、俺何もやらしいこと言ってねえよ。笑い方軽すぎるだろ。ヘラヘラすんな。待て、やらしい分。あ、せめてちゃんと立て。月岡さん、ごめん。やべ、ほら、世界観壊すから怒っちゃったじゃん。世界観、嫌味聞こえてるし。ち、一人でいられない。同じ話題でしか話せない。くだらねえ奴ら、全員同じお花畑、全員同じ花粉症、同じアレルギー、変な虫だらけ、温暖化でやばい、そのうち全部枯れる、バイバイ。これは私、月岡木蓮、16歳と11ヶ月の心の声。 SNS には絶対あげない。鍵かけたって絶対安全とは限らない。晒されるものか、干渉物にされるものか。ちっちゃいメモ帳にちっちゃい字を敷き詰める。私の吐き出し方、燃やせばなくなる。私と一緒、誰にも見えない。愛するゴミ箱。ねえ、めっちゃかっこいい歌詞書くね。それ自分で考えたの？あ、わあ、すっごいこっち見てるけど歌詞書いてないし、私に話しかける人いないし、人違いでしょ。いや待って、あなた、全員同じお花畑、全員同じ花粉症。うわ、なん、歩いてたら見えた。見え、俺視力と動体視力と記憶力良くて、良くてで済ませてる。どうしよう、言いふらされる。いや、言いふらされるのはまだいい。これは、ここには踏み込まれたくない。けなされたくない。笑われたくない。ねえ、うちのバンドで歌詞書いて。あ、え、俺1年 C 組の伊藤、軽音部。来週の3年生を送る会、うちのバンドの曲で先輩たちを送り出したいんだけど、誰も歌詞書けなくて。ほら、俺ら基本インストだし。インストとはインストゥルメンタルの略。歌がなくて楽器だけで演奏した曲のことだよ。知らん知らん知らん。やるわけないし、あれ歌詞じゃないし。うん、分かった。諦めるから名前だけ教えて。うん、1の A、 月岡木蓮。月岡木蓮さんみたいな歌詞書ける人募集。うわー、やめろー。ああ、物質連れてけ。あ、やってくれる？やるかよ、今日中に。音楽室はブラバンが使ってるから、うちらは科学室なんだ、なぜか。こいつを埋める。みんな、頼もしい新メンバー入ったよ。木蓮ちゃん、メンバー紹介するね。俺、伊藤、作曲編曲ボーカル。ギター、トラちゃん。どうも。ドラム、ヨッシー。どうも。ベース、ルン。どうも。ああ、え、全員怪我してる。ねえ、シャベル、見ての通りみんな怪我してて活動休止中だから、3年生を送る会は俺だけが出ます。でもね、待って、聞いて。何も言ってない。曲はパソコンで作ってるから大丈夫だし、みんなでアイディア出しながら。ガガガガ、どんどん、ベベベベ。俺が前で歌うから、木蓮ちゃんは後ろでいい感じにパソコンの面倒を見てて。
逆夜遊びスタイルで行きたい。行くな。お前のバンドだろ、お前も何か楽器やれよ。俺ギターとか指痛くなっちゃうから無理。全部は北西、帰る。あー待って、曲はできてるの。春の大蔵看護リボンスペシャル、気になる新作がたくさん。ぼっち女子とヤンキー男子、運命の出会い、